私は自分の人生を本当にあのマジックミラーの曲のまんまで生きることに決めているので、その他のことはまあどうでも結構どうでもよくて、まあ、どう思われててもどう言われててもそれに乗っかれなかった人、私のマジックミラー号に乗っかれなかった人が乗っかれなかったなっていうのをいろんな風に言ってるだけで、私には関係ないことかなって思って、関係ない風にされるのがまた嫌なんだろうなって思っても、私は私の宿命に生きているだけなので、それをこの歌でが届いた人のためだけに SNS だろうが音楽だろうが全部やっていこうって決めてるので、今日はその私をちゃんと見せようって思って来てるので、いっぱいいっぱい見て帰ってください。ウエストサイドじいさんが飛んだり跳ねたりするといや、僕はもうベイビーじゃない。